第シー因子、または、血小トロンボプラスチンセング物質は、血液凝固カスケードの酵素の一つ、第一種や因子の酵素セング体である。他の凝固因子と、同様、セリンプロテアーゼである。人では、第シー因子は、F11 遺伝子に行動される。第シー因子は、肝臓で酸性され、不活性型の主に両体体として循環する。血小中の半減期は、 約52時間である。クシー因子は、ダイシや因子やトロンビンによって、イシュや因子へと活性化され、イシュや因子自身によっても活性化される。ダイシや因子によって活性化されるため、内因系のメンバーである。イシュや因子は、第内因子の特定のアルギニンマイナスアラニン、アルギニンマイナスバリン間のペプチド結合を切断し、活性化する。 その結果生じた大イクサ因子は大バイバイ因子と複合体を形成し、大 X 因子を活性化する。大主や因子の阻害因子には、プロテイン Z 依存性プロテアーゼインヒビターがあり、その作用はプロテイン Z 非依存的である。大イクシ因子は一本のポリペプチド差として合成されるが、主に両体として血液を循環する。各鎖の分子量はおよそ8万である。 第シー因子の一般的な結晶中の濃度は5、マイクログラム、ミリリットルで、二両体として、およそ 30Nm に相当する。第シー因子の遺伝子の長さは23キロビットで、4番、染色体に位置し、15のエクソンを持つ。第シー因子は4つのアップルドメインから構成され、5番目のセリンプロテアーゼドメインの下に、ディスク上のプラットフォームを形成する。 一つ目のアップルドメインはトロンビンと HMW 系の結合部位を含み、三つ目のドメインは第9因子とヘパリン、糖タンパク質 IB を結合する。四つ目のドメインは第9因子の主に両体の形成に関与しており、ジスルフィド結合を形成するシステイン残機を含む。主に両体ではアップルドメインは斜めに連結された二つのディスク上のプラットフォームを形成し、 触媒ドメインはそこから両側に突き出している。トロンビン、または大脂や陰脂による活性化は、二両体の両方のサブユニットのアルギニン369、イソロイシン370件のペプチド結合の切断によって行われる。その結果、触媒ドメインは、ディスク上のアップルドメインから部分的に乖離し、4番目のドメインとは、ジスルフィド結合で連結されたままであるが、 三番目のドメインからは離れた位置となる。これによって三番目のアップルドメインの第9因子結合部位が露出し、第9 c 因子の第9因子に対するプロテアーゼ活性が発揮されるようになると考えられている。第9 c 因子の結合は稀な疾患である血友病 C を引き起こす。この疾患は主にアシケナジムのユダヤ人に見られ、集団の 約8%が影響を受けていると考えられている。頻度はより低いものの、血友病 C はイラクにルーツを持つ、ユダヤ人やイスラエルのアラブ人にも見られる。他の集団では、血友病症例の約1%が血友病 C である。常染色体劣性の遺伝疾患で、特発性出血は稀であるものの手術時に過剰な、出血が生じる、可能性があり、予防が必要である。 低レベルの第1 c 因子は、乳南症候群など多くの他の疾患でも見られる。高レベルの第9子は、血栓症との関連が示唆されているが、何が因子のレベルを決定しているのか、そして、それがどの程度重症であるのかについては、不確実である。ありがとうございます。